宇宙人の皆さん、宇宙人の皆さん、聞こえますか？聞こえますか？こちらは地球。ただいま宇宙通信を発信しております。宇宙人の皆さん、宇宙人の皆さん、聞こえますか？聞こえますか？こちらは地球。ただいま宇宙通信を発信しております。もしこの通信をキャッチしたときは、直ちに応答を送ってください。こちらは地球。ただいま世界歴2004年を迎えました。国連宇宙局がこの宇宙通信をあなた方に送っております。聞こえますか？地球上は今や原子力があらゆる動力を支配しております。もはや地球人は陸も海もそして空も征服いたしました。そして都会の人口の半分はロボットです。宇宙人の皆さん、ここに10万馬力のスーパーロボットがおります。空を駆け地球に潜り、そして60カ国語を話す世界一のロボット、その名を鉄腕アトム。ここが科学省精密機械局じゃ。わしかね。わしの名はお茶の水博士、科学省長官じゃよ。ここはロボットの生まれ故郷でな、いろいろなロボットはみんなここで作られるんじゃよ。女のロボット、子供のロボット、ロボットはみんな生まれた時からそのままの姿で暮らすのじゃ。ところでロボットはみんな人間の形をしておるとは限らん。例えばこんなのもおる。ロケット型ロボットじゃ。なんだそりゃ、わからん。みんな電子頭脳を持っており、リーダーの命令通り動きます。そのリーダーというのはどれですか？あそこじゃよ、アトムという名じゃ。おお、アトム、記者の皆さんじゃ、テストを見せておあげ。はい、お茶の水博士、しっかり用意は出来上がっています。さあ、テストを見せるんだ。第一高等体系取れ。うん、でかしたぞ。よくここまで訓練させたな。これが成功すれば人工衛星や宇宙船の組み立てには大いに役に立つというものじゃ。しっかり頼んだぞ。
うんや、一つだけ残っとるわい。僕、どこへくっついていいのかわかんない。ダメだな、何度言ってもわかんないのか。エンジン室のレバーだよ、君がいないと宇宙船は動かないんだよ。わかったよ。スパイから連絡が入りました。日本の科学省はかねて研究中のロボット宇宙艇をどうやら完成させたようであります。お黙りなさい。そんな報告は全然聞きたくない。すぐに妨害して極力完成を遅らせるのです。はっ。ロボット宇宙艇か、ぜひ手に入れたいものだ。出川大佐殿、実験の用意ができました。どうぞおいでよ。そう、ずいぶん待ちかねましたよ。今度こそは大丈夫でしょうね、ポポ博士。もちろんです、大佐殿。あれをご覧ください。左におりますのが1号船、右のが2号船、その真ん中にロボット戦艦を組み立てます。テスト用意。テスト用意、OK。スタート。ポポ博士、あれが戦艦と言えるの？たくましくて強そうで立派な戦艦だこと。それがそのつまり計算は狂っていないのです。うるさい。まぬけなものばかり作っていると死刑にするよ。死刑。皆さんお待たせしました。ロボット宇宙艇の公開テストを始めます。アトム、テスト開始じゃ。はい。いこに動かんじゃないか。エンストかな。一体これはどうしたんじゃ。そうだ、もしかしたら。やっぱりそうだったのか。どうして飛び上がらなかったんだい。君のためにロケットは止まったまんまなんだよ。僕みんなと一緒に組み合うのなんか嫌だ。何を言うんだ。君の金でテストは失敗。アトムが何か持ってますね。よし、マイクですっかりアトムのセリフを聞いてしまったね。アトムよりもっといいもの見つけちまった。青くなって探してるぜ。まったくな。ポポ博士、いつになったらあなたはあの研究を成功させられるのですか。はあ、努力はしているつもりですが、何分。スパイの炎で脳をただいま帰りました。お入り。お、アトムを連れてきてくれたか。アトムよりもっといいものを持って帰りました。なんじゃと。アトムを連れてこなければ何にもならんとあれほど言ったじゃないか。
大佐ロボット宇宙艇のかけらを連れてきたのです。宇宙艇のかけら？ロボット宇宙艇のエンジン室のレバーです。これがなければロボット宇宙艇は飛びません。それにそれをおとりにしてアトムをおびき寄せ捕まえることができます。これがロボット宇宙艇の大事な部分なの。その通りです。よろしく。物を言った。もちろん物ぐらい言えます。形が人間に似ていないだけで、僕は立派なロボットですよ。なるほど、そうだったのか。大佐殿、明暗があります。こいつを人間の形にしてやりましょう。そうすればもう誰にも絶対に分かりませんぞ。よろしい。おやりなさい。はばかりながらこのポポ博士命にかけても。待ちなさい、ポポ博士。どうせ人間に似せるのならこの顔にしなさい。わかりましたね。わかりました、大佐殿。大佐。おう。ロボットの改造が終わりました。できたの。お望み通りの顔に。よくやった、ポポ博士。この子は私が預かります。はあ、あの、預かる。あなたは出て行きなさい。出て行き。はっ、博士、お茶の水博士、テスト失敗してしまってごめんなさい。いいんじゃよ、お前のせいじゃない。いいかい、手違いは誰にもある。決してお前のせいじゃないよ、アトム。なんといっても作った人間の責任なんじゃ。アトムやお前が生まれた時もそうじゃった。覚えとるかね、お前の生まれた時のことを。お前は天馬博士の息子のトビオという少年の生まれ変わりとして作られたのじゃ。トビオはな、自動車を運転してるうちに交通事故に遭って亡くなったのじゃ。トビオだ。トビオ、トビオ、わしの可愛いトビオ。天馬博士は嘆き悲しんだ末、トビオをロボットで復活させようと決心したのじゃ。そうだ、科学者の総力を挙げてロボットを作るんだ。トビオ、永久に死なないお前を作ってやるぞ。こうして科学者の総力が結集された。世界一のロボット芸術を完成させるために。今こそお前は生まれるのだぞ。
わしの富を。いい子だ、いい子だ。わしをお父さんと呼んでおくれ。わしのかわいい富を。お父さん。お前はこうして天馬博士の息子になった。しかも素晴らしい息子にな。おいしいか？うん。わかるかな？ああ、答えはいくつか。5818。見た通りに書いてごらん。うん、どれどれ。だが月日がだんだん経つにつれて、お前はやっぱり人間じゃないところが目についてきた。お前の生みの親である天馬博士にはそれが不満じゃった。何よりもいつまでたっても大きくならないので、天馬博士はだんだんお前に辛く当たり始めた。話せったら。だがお前のせいじゃない。人間の科学がそこまで進んでいなかったんじゃ。アトム、わしはもう一度ロボット宇宙艇を作り直してみるよ。気にせんでいいよ。なんとお茶の水博士は優しいんだろう。僕がレバーを盗まれたのが悪いのに。アトム、レバーが心配か？あの時の車だな。レバーをどこへやった？返してほしければ俺たちと一緒に来るんだな、アトム。よし、行くとも。どこだ？遠いところだ。案内してやるぜ。さっさと乗るんだな。何か企んでるんだな。構わんのか。ようこそアトム君、あなたを歓迎しますぞ。わしはポポ博士というものじゃ。挨拶なんかよりレバーを返してください。まあまあ、アトム君に来てもらったのは実は頼みがあるからじゃ。僕に頼みがあるんですって？わしの研究がどうもうまくいかんのじゃ。わしはロボットの組み立て艦隊を研究しとるが、部分品がどうもうまく組み合ってくれん。わしは長いこと考えた。そして分かったんだ。ロボットはロボットでなきゃまとめられん。わしのロボット艦隊をまとめる力があるのは君だけだ。アトム君、世界一優秀なロボットである君だけなんじゃ。頼む、お願いじゃ。わしに力を貸してくれ。嫌です。それよりもレバーを返してください。そんなに言うなら教えてやろう。レバーはロケットに積んで手の届かん空の上じゃ。よーし。切れただけです。こうなれば煮て食おうと焼いて食おうとこっちの自由。おい、アトムを運べ。お、アトム、僕が悪かったよ。ごめんね、アトム。そうだ、アトムを助けなくちゃ。ありました、アトムの人工生態です。これがアトムの声の元なのです。そんなものを一体どうするの？これさえあれば、アトムとそっくり同じ声が作れます。アトムの声で命令すれば、きっとロボットどもは自由に動かせます。こうすればロボット艦隊を完成させるのは、いとやすきこと。アトムの体はどうします？もう用はない。倉庫に放り込んでおけ。当分アトムはここでおねんねだ。アトムの声の偽物が十分役に立つわい。
しょ。これは死んだトムが大好きだったのよ。アトムをどうやって助けたらいいだろう。トム、トムや。そうね、ロボットのお前には音楽なんかわからないのね。本当のトムは10年前戦争で死んだのよ。ママはね、トムの敵を討つつもりでこうやって人工島の司令官なんかになったのよ。ママはね、トムを殺した世界中がとても憎いの。ママの気持ち分かってちょうだい。ポポ博士か。何できた。よし、すぐ行く。ママ、ママどこ行くの急に。お前には関係のないこと。この部屋から出ないで。分かったね。大成功です。今度のテストは間違いない。いかがです、これがアトムの声の複製機。これで本当にアトムの声が出るのか。まあお引きを。まずアトムの人工声帯の複製を作り、それから出る声を組み合わせてこのテープに吹き込み、このスピーカーから流します。いかがで大佐。おお、空母になった。これでいよいよ作戦開始ですな、ベガ大佐殿。理解した、ポポ博士。よし、直ちにガンガラ島基地に向け進路を取るように命令せよ。いよいよ明朝未明、我がロボット艦隊はガンガラ島を攻撃する。島には国際ウラニウム貯蔵庫がある。まずロボット艦隊に攻撃させた後、占領するのが我が人工島の使命だ。この作戦が勝利を収めれば全世界征服への第一歩になるのだ。諸君の健闘を祈る。北東10海里異常なし。北西25海里異常なし。北東200震度60異常なし。見つかりますが。いけない。ここでライトなどをつけたら敵に発見されてしまう。しかしアトムとトムに逃げられては。二人ともエネルギーがないから、どうせ海の木図になるだけだろうよ。もうエネルギーがない。沈みそうだ。あ、島だ。島が見える。
海島の近くに何かが現れた。すごい数だぞ。誰だ君は、何の用だ。すみませんが、日本へ電話をかけさせてください。君は日本のロボットかい。そうです。急いでかけたいんです。よし、わかった。さあ、電話はあそこだ。もしもし、日本の科学省をお願いします。あ、科学省ですか。ロボット宇宙船の格納庫へつないでください。聞こえるか聞こえるか。僕は
お前さんのことなんか構っていられるかい。お前さんのためにとうとうこんな目に遭ったんだ。いっそ殺してやる。ポポ博士、アトム、負けたわ。これからどうするつもりなの？あなた方を国へ届けて、それからこの宇宙艇は宇宙基地へ向かって出発する予定です。国へ帰ったらわしたちは死刑じゃ。日本へ亡命させてくれ。頼む、お茶の水博士に頼んでくれ。いいですよ、もうロボットを戦争に使わないって約束してくれますね。いいわ、約束をするわ。ありがとう。じゃあ僕は帰ります。トム、日本へ向けて出発だ。出発します。こうしてロボット宇宙艇はめでたく完成した。わしはこれに乗って月にある基地へ向かって出発することになった。月基地にはわしの友達の小杉博士がいる。わしはこの宇宙艇を早く小杉博士に見せたかったのじゃ。性能はなかなか良いぞ。この宇宙艇を見たら小杉博士は何と言って喜んでくれるかな。はぁ、なんじゃあれは。あれは月基地のロケットではないぞ。無電じゃ。誰じゃ、お前は。おい、アトム、アトム大元。やりすぎた場合、お茶の水博士がさらわれたんだ。それが妖怪変幻だとよ。ゾッとするような紫色のやったとさ。大体だよ、漫画じゃあるまいし、この世に妖怪変幻がいてたまらない。そうだ。何、宇宙から来たやつじゃないかな。僕、宇宙局へ行って聞いてきます。なるほど、宇宙人たちが付かなかったぜ、ベラボメ。大体白黒の映画で紫色かどうかわかるもんか。天然色にしてみろってんだ。宇宙局長官のモス博士じゃ。よく来てくれたね。お茶の水博士がさらわれたんですか。月基地へ向かう途中、ロボット宇宙艇を破壊されて博士は行方不明なんだ。え、もしや遭難したんでは。ところがそのロボット宇宙艇の破片の一部、そうだ、エンジン室のレバーでトムとかいうのが運よく地球へ戻ってきてな。その報告ではどうも紫色の怪物に月へ連れ去られたらしいんだよ。アトム君、すぐ月基地へ行って探してくれたまえ。はい、わかりました。僕は守備隊のナンバーセブン、君を迎えに来ました。ずいぶん手荒な出迎えですね。ああ、アトム君、君はずいぶんエレガントなロボットなんだね。こんなことでよくここまで来られたもんだな。でも驚きましたよ。このくらいで驚いていては月の基地では暮らせないよ。他の連中はもっと気が荒いからね。ヤッホー、ヤッホー。さあ行くぞ、しっかり捕まって振り落とされるなよ。あ、あれは一体何でしょう。第三無人観測所の方角だ。何かあったな。空気あんなに漏れている。
隕石だ。隕石にやられたんだ。隕石にしては変ですね。変なものが分かってるんだ。時々こうなるんです。誰かがわざと壊したみたいです。隕石のせいじゃないようですよ。それじゃあ誰が壊したって言うんだい。怪物かもしれませんよ。忠告しとくが、基地ではあんまりそんなことを言わない方がいいよ。ナンバーセブン入ります。どうぞ。ただいま戻りました。ご苦労。博士、アトム君をお連れしました。ようこそアトム君。どうぞよろしくお願いします。コスミ博士、第三地区の無人観測所が隕石にやられて相当壊れていました。何、なぜこう無人観測所が壊れるんじゃ。僕たちがやられないだけ幸運だと思います。なんだか変だわ。そう思いません？以上報告はあります。ご苦労。アトム君、わしはお茶の水博士の親友のコスミじゃ。いや、お茶の水君には全く心配しておる。聞けば紫色の宇宙人に誘拐されたとかいうことじゃが、そんな怪物にはついぞお目にかかったことがない。学者というのは疑い深くて、確かな証拠がなければ宇宙人と信じないんじゃい。僕、どんなことをしてもきっと探し出します。紹介しよう、ここの連中の母親代わりの春子じゃよ。よろしく、アトムさん。こちらこそ。あれ、何じゃ、一体何音じゃ。調べてみよう。セブン、行くぜ。来るか。ほらバカモン。はっほ。何の真似じゃ。全員セル。争いの原因は何じゃ。ナンバーセブン、答えたまえ。ナンバーファイブがアトム君のことをとったれロボットと言ったので、ついカットしたのであります。ナンバーファイブ、何と言ったら分かるんだ。アトム君は優秀なるロボットだぞ。二度とそんなことを言ったらこのわしが許さんと。いいか、皆さんよろしく。私が隊員ナンバーワンだ。左からナンバー2、ナンバー3、ナンバー4、ナンバー6。おや、ナンバー5どうした。ロボットに挨拶なんかおかしくて誰ができますかってんだ。アルコやアトム君に制服を渡し。はい。なかなか似合うぞ。着せ替え人形ってわけか。ナンバー5、気を慎みたまえ。アトム君、君は今日から隊員だ。ナンバーセブン、アトム君にいろいろと教えてあげたまえ。はい、わかりました。よし、解散。僕に務まるかな。君はロボットだというだけで文句を言いたい奴がいるんだよ。おい、ちょっと待った。なんだ。はばかり様、お前に用じゃない。そっちのロボットに文句があるんだ。アトム、この基地で大きい顔するなよ。俺はな、ロボットが人間面してのさばってくるのは大嫌いなたちなんだ。こいつの言うことを気にするなよ。こいつはまだロボットが人間の奴隷だって思い込んでるのさ。頭は空っぽなのにね。うん。君の優秀さをナンバーファイブにとっくに見せてやったらいいよ、アトム。まず最初は飛行訓練だ。僕がやるからよく見ていたまえ。はい。すごいや。あ、今度は君の番だ。いい線行くね。次は釣り輪をくぐるんだ。あれはお前には無理だな。ちょっと難しそうですね。どうだい、アトム。すごいですね。さあ、今度は君の番だ。やってごらん。難しいよ。はい。テーマをやるぜ。見たのよ。さあね。どうですか。驚いたな。全く君は素晴らしいね。
いや、それほどでも。今度はフェンシングだ。この短剣はこのままだと熱線銃だが、ボタンを押すと長剣になるんだ。おい、ちょっと待て。なんだ。今度は俺の番だ、見てろ。人間様の腕前を見せてやるぜ。行くぞ。そら、おっ、それ、わあ、すごいですね。たあ、どうだ、ちょっとこんなもんだ、ざまみろ。よし、僕もやるぞ。行くぞ。よし、それそれ、ラストだ。えい、次は何をしましょう。どうしたい、ナンバーファイブ。まるで飲み残しのサイダーって顔だな。何ですか、それは。気が抜けてんのさ。アトム、いい気になるなよ。春子、どうした、寂しいんじゃない。いいえ、私、皆さんのお役に立っているかと思って。みんなお前を姉さんのように、お母さんのように慕っておるよ。まあ、だから明日は連中で春子姉さんに感謝の会というのを開くそうじゃ。わあ、本当嬉しい。本当にわしもお前に感謝しとるよ。すごくうまいですね、ナンバーセブン。いや、アトム、君も音楽がわかるの。僕にだってわかりますよ、いい音楽なら。明日の春子姉さんの会の練習さ。お、いるな。ナンバーセブン、お前はロボットの味方らしいな。お前から先に肩をつけに来たぜ。よし、コテンパンに叩きのめしてやるぞ。また喧嘩始めるんですか。お前が元なんだぞ。さあ、外へ出よう。ああ、ちょっと待て。やる前に元気づけにミルクでも飲もうぜ。あーめ、おい、どうした。どうしてあなたたちは喧嘩ばっかりしてるんですか。実を言うとな、アトム、俺たちは昔から仇同士なんだよ。俺の本名はな、佐々木小次郎ってんだ。あいつの本名は宮本武蔵だ。だから戦うのが当たり前だ。アトム、君は立ち合いになってくれ。ナンバーファイブがまたいないで、奴には困るな。明日の余興に間に合わないよ。春子姉さんに下手くそのバンド聴かせるわけにはいかないよ。とにかく練習続けようや。よし、来た、行くぞ。行くぞ、武蔵。来い、こんにちは。わあ、俺の先祖はその一撃でやられたが、俺はそうはいかないぜ。武蔵、念仏でも唱えろ。いや、君たち二人は何回喧嘩をすれば気が済むんだ。一体これの原因は何なんだ。さっきの続きなんです。こいつがロボット嫌いだなんて威張っているので、つい。だからって何も剣まで抜き合うことはないだろう。いいか、二人ともよく聞くんだ。でも俺はロボットみたいな奴隷とは付き合いたくないんだ。だから、ロボットを嫌う奴は機械だって使えない奴だ。違います。僕たちロボットは機械じゃありません。人間と同じです。アトム、ナンバーファイブを許してやりたまえ。基地の中にはロボットが混じっていますが、皆さんは人間だと思っています。アトム、何を言うんだ。俺たちの中にロボットがいるって。それは本当か、アトム。ロボットって一体誰なんだ。いえ、でも全員出動せよ。第8管区で正体不明の怪物が現れたと連
絡があった。直ちに全員第8観測所へ出動せよ。直ちにこの場に登場せよ。アトム、さっきの話は後で聞く。各自毎日に備え十分注意しろ。はい。アトム、僕の車に乗りたまえ。はい。ありがとう。おかげで助かりました。アルコさんに手当てしてもらえてもらえ。いやー、まったくすごく壊したもんだな。アトム、はっきり分かったよ。君の勝ちだ。お茶の水博士をさらった怪物ですね。そうだよ。何かの怪物の仕業だ。僕は行く。ちょっと待ってください。待て、こいつはまだ生きてるぞ。見ろよ、なんて醜い色をしてるんだろう。何、生きてるやつがいるんだって。奴らについてきてよ。待ってください。今をかけたら罠に落ちます。何を言うんだ。奴らを全滅させて博士を助け出すんだ。それとも君はこいつを見ておじけついたのかい。いいえ、きっと僕たちが行くのを待ち構えていると思うんです。グズグズしていられない。ゴー。ここで消えた。ここいらに隠れ穴があるんだな。あそこに洞穴が。穴だと。そいつがそうだ。みんな油断をするんじゃないぞ。驚いたな。いつの間にこんなものを作っていたんだろう。バラバラに入るのは危険だ。全員固まれ。いいか、気をつけろ。おかしいな、バカに静かだ。あ、いた、怪物だ。お、お茶の水博士だ。武器捨てなさい。捨てないとこの人間死にます。お茶の水博士。しまった。仕方がない、みんな剣を捨てろ。きしょう、そちらの人間も武器捨てなさい。勝手にしろい。さあ、こちらへ来なさい。人間大変物分かり。いい。だから我々人間捕まえる。地球征服する前に人間のことを調べる。あなた方の頭の中の地球の知識吸い取る。よろしいね。みんなにもしものことがあったら大変だ。困ったな。そうだ、コスミ博士、聞こえますか。コスミ博士、聞こえますか。全員宇宙人の機械に捕まっています。地球ハルコさんと一緒に来てください。ハルコさんなら機械を止められるはずです。お願いします。
博士の方こそ気をつけてくださいよ。いや、まったくじゃな。見ろ、奴は逃げてるぜ。博士、お茶の水博士。アトム、よく来てくれた。ありがとうよ。博士のことをみんなで心配していたんですよ。すまんすまん、それほどまでにわしを。お茶の水くん、よかったな。本当に、これも春子さんのおかげですよ。いや、飛んだところでお目にかかるの。いや、お互い様じゃ。お茶の水くん、前に話したことのある春子だよ。おう、その子がロボットの春子さんかね。あら、しまった。え、すまん、コスミくん。いいんじゃ、どうせ明日の春子の感謝会で言おうと思っとったところ、みんな聞いてくれ。春子はわしの作ったロボットなんじゃ。わしが助手として月に連れてきたんじゃ。今まで隠していて悪かった。しかし春子はロボットではあるが、職には人間のつもりで心から尽くしてきた。それにわしの本当の娘として育てていきたかったのだ。春子を憎むか、それとも今まで通り仲良くしてくれるかは職に任せる。皆さん、私はロボットです。隠していたことをお許しください。春子さん、あなたはコスミ博士のお嬢さん。ロボットだろうと何だろうと構わない。そうだろう、みんな。僕たちは春子さんのおかげで楽しく暮らせたんだ。いいか、みんな、春子さんを悪く言うやつは俺が相手だ。分かったな。みんな、ありがとう。さあ、こんなところは早く出て行きましょう。よし、アトム、君はみんなを連れて先へ行け。僕はこの基地を壊してから行く。頼んだぞ。この谷間は全部包囲してある。逃げることはできぬ。人間よ、出てこい。5分待つ。5分経って出てこなければ総攻撃を開始する。逃げ道はなくなった。宇宙人は5分だけ待つと言っとる。こうなったら一か八か戦うのみだ。隣人により戦って死んだ方がいい。よし、行こう。でもこのまま戦ったら結局こっちが負けてしまいます。僕は宇宙人の注意をそらしますから、その間にモンカーに乗ってください。うん、それがいい。アトム、頼んだぞ。行くぞ。よし、今だ。あの宇宙人たちのことはよろしく報告してくれ。何よりアトム君、君の活躍のおかげだ。感謝する。君は僕たちの誇りだよ。僕はただロボットとして務めを果たしただけですよ。それから皆さん、ハルコさんをよろしくお願いします。ハルコさん、月基地の皆さんに尽くしてあげてくださいね。アトム、そろそろ行こうか。はい、武蔵さん、小次郎さん、最後に一つお願いがあるんです。もう喧嘩をしないで仲良くしてくださいね。いいよ、約束するよ。さよなら。コスミ君、また会おう。さよなら。さよなら。おい、ナンバーセブン、アトムに約束したんだ。もう俺に喧嘩を吹っかけるなよ。いいな。なんだと？いつも喧嘩を吹っかけるのは君の方じゃないか。何言ってるんだ、お前が。ふざけるな。ふざけるのとはなんだ。なんだとはなんだ。やるか。おい、バカボーン。
無事で何よりじゃ。あなた方のおかげで宇宙人の存在がはっきり分かったんです。その上、我が地球が宇宙から常に狙われていることもね。ちょっと待ってください、ムサ博士。ちょっと待ってください。なぜ地球が宇宙から狙われなきゃならんのです？地球が宇宙の楽園だということが分かったからです。まあ火星にせよ、木星にせよ、金星にせよ、寒かったり暑かったり湿っぽかったりして、生物にとっては我々の想像以上にひどく住みにくいでしょう。もちろんそんな星にも生きるものはいるでしょう。彼らにとって地球は素晴らしく美しい楽園に見えるでしょう。だから彼らは争ってこの地球へやってくるんだろうと考えられるんです。我々の気がつかない相手ですね。のぞいてあんだ子供め、ケーキが汚れちまわ。おじさん、僕を雇ってくれませんか？なに、ふざけんない、ルンペンのくせしやがって。ちょっと待ちたまえ、ものは試しだ。腕を見てみようじゃないか。きょう虫のつかねえ野郎だ。そこに材料のクズがあるだろう。それで何か作ってごらん、無駄にせんようにな。しくじってみろ、叩き出しちゃうぞ。やけにガタガタやってやな。冷蔵庫なんぞ持ち込みやがって、何が入ってんだ？すごい。これはケーキ作りの大天才だ。君、ぜひわしの店で働いてくれ。雇ってくださるんですか？嬉しいな。嬉しいな、わしの方だよ。さあ、君の部屋案内しよう。もう着替えた方がいい。今しいやつが今に見てろ。冷蔵庫を持った少年です。お宅へ入ったと聞いたんですがね。いや、存じませんな、そんな子は。何かのお間違いでしょう。本当に知らないんでしょうな。隠したりなさると後で悔やみますぞ。
なんという態度だ。どんな事情か知らんが、せっかく拾った商売繁盛の種だよ。連れて行かれてたまるもんかい。お探しの小僧ですがね。とうとう会えたな、ベム。逃げた貴様を探してわしたちは随分あちこち回ったんだぞ。僕を連れ戻しに来たんですね。嫌です。そうは言わさん。分解してでも連れて帰る。どうだ。僕は帰りません。ノリ。しかしこいやつら、あれを出せ。誰だ、邪魔する気だな。そいつも一緒に撃っちまえ。よし。ベム、出てくるぞ。もう大丈夫だよ。僕はアトムっていうロボットなんだ。さあ、うちまで送ってあげよう。僕の名はベム、ニコロセっていう星から逃げてきたんだ。じゃあ、君は宇宙人なの？宇宙人の作ったロボット。君もロボットか。どうして逃げ出したりしたの？実を言うと、僕本当は爆弾なんです。ロボットの格好をした。星の一つや二つ、木っ端みじんに砕くくらいの超高性能爆弾なんです。じゃあ、さっき危なく地球が。慌てないで。爆発するのは冷蔵庫みたいなこの箱です。僕の体の方にはこれを破裂させる機械が入ってるんです。僕が命令しなければ爆発しませんよ。そうか、ベム、君ってとってもすごいんだな。僕はそんなの嫌です。爆弾は爆発しなきゃならないんだもの。せっかく生まれてきたのに爆発しちゃうなんて絶対に嫌です。よくわかるよ、ベム。ニコロ星では戦争が起こりそうなんです。そしたら僕はそれで地球へ逃げてきたんだね。僕は君の味方だよ。君が幸せに暮らせるように力になるよ。ありがとう、アトムさん。このことは誰にも言わないで。いいとも。さあ、もうお休み。おやすみ、アトムさん。いいんですかい。また怠けてますね。何、給料をちゃんと減らすさ。ねえ、ベム、君のことをこっそり話しておきたい人が一人いるんだけれど。ダメです、そんなことを。大丈夫、お茶の水博士と言ってね。僕の育ての親だもの、任せておきたまえ。アトム、だから博士、誰にも内緒ですよ。とにかくそのベムという子に会ってからじゃ。あ、帽子が落ちてきた。変じゃな、見たところ別に誰もおらんようじゃが。いますよ、博士。あ、この間のやつだ。あ、よし、やめたまえ。なんじゃ、町の真ん中で待ってる間に。わしは科学省長官、お茶の水博士じゃ。大概のことなら話せばわかる。なるほど、私はニコロ星から来たボム博士、よろしく。私はビム博士。そしてこちらがブム博士。ベムを作った科学者です。博士、そいつらは悪い奴らなんですよ。こりゃ、アトム、そんな失礼なこと言うんじゃない。早速ながら例のベムですが、実はあれはまだ研究中の爆弾でしてな、なんとかお返し願いたいのです。なるほど、だが私はベムを戦争に使うと聞いたが。とんでもない。誓ってもよろしい。そうですか、それほどにおっしゃるなら皆さんを信じてご協力しましょう。ベムを返すんですか、博士。
方たちのお話は筋が通ってる。返さなくちゃいかん。つい怒鳴って悪かったな。一緒に行くかね、アトム。あれだ、アトムね、どうやらつむじを曲げよった。さあ、早く行きましょう。ところまで頼みます。なるほど、分かりました。ところでその爆弾研究中と言われたが、どこが未完成なんじゃな。実験ですよ、爆発力のね。実験がどうやってなさるんじゃ。実験を星へぶつけるんです。どのくらいの星がコッパみじんになるか。どの星でやるんじゃ。あなたもよくご存知のあの星です。あれは太陽じゃ。お宅ではそうお呼びですか。その太陽を爆発する予定なんです。いかん、太陽をぶっ壊されたらこの地球はどうなるんじゃ。断じて許さん。嘘つき、君は戦争には絶対に使わんと約束したじゃないか。その通り、実験は戦争ではありませんからな。ご協力感謝しますぞ。待ってくれ、地球が滅びてしまう。待ってくれ、アトムや。デモを取り返すんじゃ、アトム。は、お茶飲み博士からだ。
恐ろしいことだ諸君。地球があの天体のコースとぶつかることは避けられない事実となりました。地球始まって以来の大惨事がやがて起ころうとしているのです。この天体の正体は果たして何か。考えられることは3つである。1つは放棄星、つまり水星、これはさして危険ではない。1つは隕石である。これは落ちたところに穴が開くから絆創膏を貼っておけばよろしい。それから3番目に他の惑星の接近であります。火星と木星との間にはアステロイドという小さな星屑がいっぱい回っている。その中の一つがもし何か大きな力で地球へ向かって押し出されたとしたら、地球は木っ端みじんになってしまうでしょう。その時期はあと一月もないはずです。一月もない。各地に暴動が起こるかもしれないから、各地には戒厳令を至急頼んでください。えらいことじゃアトム、あの星はあと20日ほどで地球にぶつかるぞ。それじゃ博士、この間の宇宙人の予告と日にちが合いますね。宇宙人め、どこかの惑星をこの地球めがけて動かしとるんじゃ。ロボットの皆さん、各地に旋風が発生しています。すぐ出動してください。すぐ出動してください。博士、僕も行ってきます。そうしておくれアトム。ついたかアトム、一体どうしたんじゃ。体中ガタガタで科学省の前に倒れとったぞ。科学省の前に誰が運んできたんですか。さあベムだ。あのベム
赤い星の接近の影響じゃ、地球の異変がいよいよ激しくなった。遅ればせながら世界中で宇宙船の建造が始まった。だが2週間で何ができよう。地球最後の日まであと2週間じゃ。まるで気違いじゃ。無理もないがの。地球を救う方法はないんですか？残念ながら水爆でも歯が立たんのじゃ。博士、メモを探します。メモ、地球におるのかね。たちまち1週間が過ぎた。あとはまだベムを連れてこない。地球最後の日まであと7日間じゃ。なやっておいでねえ。気持ちいいだろう。どう食べ、ほら、飼い主って白状だね。いざとなったら犬や猫をぽり出して逃げちまうんだから、かわいそうじゃないか。ねえ、お母様は逃げないんですか？娘が一緒にいてくれるからね。さあさあ、入ってお茶でも飲んでかない、坊や。はぁ、もう何してんだね。こっちおかけなさい。お茶入れてちょうだいね。はい。優しい娘でね、今お茶を入れてくるからね。ばあさん、お宅に冷蔵庫ありませんか？冷蔵庫ならほら、そこに。空っぽですわ、それ。ね？ベム！ベムって何？失礼しました。僕、ロボットなので本当はお茶いただけないんです。さよなら！死んでしまったの。おばあさんは娘さんの名を呼んで泣いて泣いて頭が変になってしまったんだ。だから僕が。そうだったのか。おばあさんは
本当の娘さんが戻ってきたと思ってくださったんだ。僕もとっても嬉しかったよ。ベム、科学省へ行ってくれるかい？あの時はごめんよ。でも僕を作った材料は地球にはないんだ。大丈夫さ、アトム。僕は地球が大好きなんだ。赤い星は僕が引き受けるよ。だってそれじゃあ君が。いいんだ、僕の爆発が地球を救うんだ。幸せって人のために尽くすことなんだね、アトム。君が教えてくれたんだよ。が言いました。地球は素晴らしいって。そして地球を救ってくれたんですよ。ほら、もうすぐ太陽が昇ってきますよ。